こんにちは、オメス。今回はデータ上存在するが獲得できない有能白玉を見ていきましょう。そんな戦士いるのって思われてる方いるかもしれません。僕はいると思います。なぜかっていうと、ウイレには PEU リーグとか架空のリーグ、選手が搭載されていて、で、このような架空の選手はプレス版でしか使えなくて、アプリ版ではトレードしようとしても取れないし、スカウトで取ることもできません。強気版で使えるということは、アプリにもデータが入ってるんじゃないかなって思ったわけです。それで、その中で個人的に使えると思った白玉選手、面白い能力をした白玉選手を紹介していきます。アプリで使うことはできませんが、こんな選手もいるんだっていう風に見ていてください。このチャンネルでは有能選手を中心に投稿しています。同玉以上も出す予定なんで、見逃してないという方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。セベーロ・アルソ、決定力98、キック力94。初期選手のジャービス超えの能力になってます。初期の有能選手まとめは概要欄から見てください。アンテ・ミクラネツ、決定力95、キック力90。ロベルト・アマーチャ、決定力ボディコンは低めですが、ドリブルやスピード瞬発力は白として高めになってます。ゴッドホルト・バイル・ハック、ドリブル能力上から92、74、93、ディフェンス能力69、94、94と、まあ、ムラが大きい能力をしてます。カシミーロ・ドラード、ディフェンス能力がしっかりあり、フライパスが88。瞬発力89もあり、1対1タイミングをずらされても瞬発的な速さでついていけるかもしれません。バシリー・アフマートバ、ディフェンス系高めのサイドバックで、まあ、センターバックでもやれそうな気がしますね。ボロディア・クリロフ、フィジカルだけではなく、決定力、キック力も高めになってます。ビセンテ・カバーサ、まあ、ヘディングジャンプ、フィジコンですね。サムエル・カサド、同じくヘディングジャンプ、フィジコンです。はい。ムラト・チョラク、ブランタ・バスが97の選手、ヘディングジャンプも高めになってます。ピエール・シュトリーゲル、グランダパス95、フライパス87、中盤の選手。アンディ・エフェンベルク、フライパス92、学会精度頻度4ということで、両足精度の高いパスが出せるはずです。キマル・ドゥルムシュ、フライパス93のディフェンスミッドフィルダー。アイバズ・バゼオール、ディフェンスセンスが99。ボールに対する反応速度だけはね、真っ黒に勝てます。マルティ・チャルコス、ドリブル94、スピード95と変わった特化の仕方をしている選手です。セサル・アビラ、フィジコン・カンストのセンターバック。ザッカリー・ベイリー、GK センス、ディフレクティングが低いんですけど、真ん中3つは極端にね、銀玉や銅玉くらいに高さがあります。ちなみに、架空のキーパーは全員、真ん中3つが高い能力配分になってました。今回はデータ上存在するが獲得できない有能白玉を見てきました。以上であります。またお会いしましょう。バイバイ。